ウラル -375 は、1961年に、ソビエト連邦にある、ウラル自動車工場で開発された4.5トン、66輪駆動の多目的トラックである。1965年に製造が開始された、改良型のウラル -375D の、生産台数が、最も多く、ウラル -375 を代表するものとなった。ウラル七十五は、 それまでソ連における標準的トラックとして使用されていたジルマイナス百五十七の後継者として設計開発され九百七十六年にウラール三百二十が登場するまで製造されていた同時期に製造されたマイナス六 -66 及びジルマイナス百三十一とともにソビエト連邦軍において輸送補給などの兵坦を支える中心的役割を果たしたが 1982年までに、ウラル -4320 への置き換えが完了した。総生産台数はおよそ11万両である。ウラル -375 は、軍用として、兵員や物資の輸送に使用された以外に、多連装ロケット砲を搭載した BM-21 グラートの車台としても、利用された。下記の対戦車砲や中型の野砲、榴弾砲、 大型迫撃砲、対空機関砲の牽引にも用いられた。排気量 7.0LV 型8気筒オフのジルマイナス375ガソリンエンジン、タイヤ空気圧集中調節機能、古速、マニュアルトランスミッション、デュアルクラッチ、パワーステアリングを装備している。常用ブレーキは空気油圧複合式のドラムブレーキである。古速、マニュアルトランスミッションに副変速機を組み合わせ。 トランスファーを介して前後に駆動力を配分する。初期型のウラル -375 のトランスファーは、の3ポジションの切り替え式、1965年のウラル -375D からは、常時6輪が駆動される構造となった。また、初期型は、オープントップの操縦席にホロを装着できる構造で、平面のフロントウィンドシールドは、ボンネット側に倒すこともできた。 1965年のウラル -375D より金属製の密閉キャビンに変更された。また、一部の車両はウインチを装備していた。ウラル -375 の主な欠点はガソリンエンジンゆえに燃費が劣悪であったことである。車両総重量の大きな車両にもかかわらず、大排気量化に敵視経済性が高く、第二次世界大戦後のトレンドとなった。 ディーゼルエンジンに移行させず、時代遅れのガソリンエンジンのまま使い続けた理由は、寒冷時の指導性におけるガソリンエンジンの優位とディーゼル燃料である経由がガソリンに比べ寒冷地で凍結しやすいといった制約により、ソ連の寒冷な環境を考慮した結果であったが、燃費の悪さによる経済性の問題は深刻で、後継のウラルマイナス4320では燃費に優れた。 ディーゼルエンジンが採用された。ウラル -375 ホロがついたオープントップキャブを備えた最も初期の通常のオープンなに台を持ったカヤゴトラック型。1961年から1964年に製造。ウラル -375D 密閉型の金属製キャブを装備し、 常時6輪駆動に変更されるなどの改良がなされた標準的なカーゴトラックタイプで最多生産型。1964年から製造。ウラルマイナス 375A ノーマルのシャーシを少し短縮し、カングと呼ばれる金属製の四角い密閉シェルターを積んだパネルトラック型。移動式車両、無線通信車、公兵、修理車両などとして使用された。 ウラル -375E 車台部分のみの形式番号で様々なボディを装備するために使用された。ウラル -375S セミトレーラーを牽引するためのトラクタートラック。全長が短縮されている。ウラル -375K 極東ロシア向けの寒冷地使用。ウラル -377 民間向けカーゴトラック型。 駆動輪が後ろ4輪だけの64となる、タイヤ空気圧集中調節機能が省略されるなどの変更がなされた。ウラル -377S 民間向けのトラクタートラック型。駆動輪が後ろ4輪だけの64となっている。122mm 自走多連装ロケット砲詳細は、BM-21 を参照燃料タンク車 AC-5 から375。 AC-5.4 から375、A-5 から375など、給油車アッテムズ -5 から375、ガソリンや航空燃料などの石油を輸送するタンクに、他の車両や航空機に対して、給油を行う設備が付随する車両。航空電源車飛行場において軍用機のエンジンを始動するための電力を供給するための車両。 ウラル -375D ベースのアパ 4G と、それを近代化したバージョンのアパ -4GM が存在する。トーイングトラクターとしての役割も担う。トラッククレーン 8T-200、8T-210、9T-31 など。早期警戒レーダー車 P-18 もしくは1、RL-131 テレクレーダーを搭載した車両。ミサイル運搬。 装填車 2K11 クルーグ、地対空ミサイルシステム用の予備ミサイル運搬、装填車 2T6 を指す。レッドリターンズロシアの飛行場を警備していた、ロシア連邦軍の車両として登場。アルマニーズ -23 からに搭載型や、燃料補給仕様など数種類が用意されており、プレイヤーや AI が操作可能。オペレーションフラッシュポイント、コールドウォークライシス、ソ連軍陣営で、 使用可能なトラックとして登場する。バトルフィールドベトナムベトコンの輸送車両として D 型が登場する。ソ連地上軍 P1 億7419万8201から20万7240。ありがとうございます。